おい。いやいや、違うだろう。もしもし。君がよければ。皆さん、
ですが。ありがとう。よかった。ありがとう。いや、ではまた頼むよ。今日の箇所は答えてください。これだ。その通りです。なるほど。おい、そうだな。よし、いいか？いや、よく聞け。どういう意味だ？待て。なるほどな。おや！さてと。成敗してやろうぜ。よし、一暴れするとしますか。そうだ、新入りのコードネーム決めてなかったな。ここはキツネでしょ。ちげえね、インパクトあるしな。俺のことか。こっちでの名前、何がいい？ダヴィンチかな。ボツ。
狐の面に妙な尻尾だろ。よし、油揚げだ。まあよかろう。オッケー、仕上がった。決まりだな、油揚げ。やめろっつーの。ジョーカー、なんか別のない？ああ、横文字にしとく感じね。いいんじゃね。どうだ、フォックス。別に構わん。決まりだ、行くぜ。よく聞け。何かご用ですか？では。聞け、囚人。それでは。おい。指定したペルソナを持ってきたようですね。ふん、いいだろう、認めてやる。しかし、つくづく貧相だな、お前のペルソナども。さすが囚人の持ち物だけはある。だが今回刑務作業を真面目に終えた点は評価してやる。お前は更生の可能性ありだ。あなたの構成が進むのであれば、他の独房を使わせる甲斐もあるというものです。珍しいな、ジュスティーヌ。お前、顔が笑っているぞ。カロリーヌ、それはあなたです。何か嬉しいことでも？私が？おい囚人、貴様今、やれやれと思ったな。囚人風情が。あなたに更生の兆しが見えたことに、監視として成果を感じただけのこと。そうに違いありません。それを面白がるとは、実に心外です。囚人、貴様時々自分の立場を忘れるようだな。いい度胸だ。その息ならさぞ刑務もはかどるだろうな。ですが、この刑務作業、あなたが今後も続ける意思があるなら、我らも牢獄での行動に融通を聞かせましょう。私たち監守と囚人のあなたとの取引です。まあ断る権利はない。囚人が労働に励むのは義務だからな。我は何時、何時は我、何時ここに新たなる契りを得たり。契りはすなわち囚われを破らんとする反逆の翼なり。我豪気のペルソナの生誕に祝福の風を得たり、自由へと至るさらなる力とならん。よし。
それでは次に課す刑務作業を発表する。それでは。おい、おい、お？どうやら。良いでしょう。よし。それでは。では。おい。時間です、囚人。どうやら。暴いてやる。
これ。してない？今はな。予告を出してまだらめに奪われると認識させりゃお宝が実体化してヤッホーこんにちはよ。どんな姿だろうな。さてな、自画像とかじゃねえの？まだらめの現実をここまで歪ませた根源か。
これ。では。くだらん。すまん。わかった。ちょっといいか。いや。いいか。よし。予告状か。本気にするだろうか。何しろ有名な人だからな。これまでも誹謗中傷の手紙はよく届いていた。書かれた罪状がマジかどうかは野郎が一番わかんだろう。というかまたリュウジが出すのか。前回微妙だったぜ。ならユウスケやってよ。すっごい後にして。後に。いや、バレるのがオチだ。俺の絵も文字もあの人はよく知ってる。じゃあ俺が考えたやつをかっこよくしてくれよ。予告状のデザインか。面白いかもな。怪盗団にとっても本物の証明になる。決まりだな。よし、あとはお宝をいただくだけだ。お前ら準備を怠んじゃねえぞ。ああ、帰ったか。
そういえば知ってる？ちょっと外させていただきますよ。なんだね。こんなものが表に。手紙？それがその才能が枯渇した巨職の滞在人斑目一流斎殿、権威を傘に門下生から着想を盗み盗作すら厭わぬ芸術家、我々は全ての罪をお前の口から告白させることにした。その歪んだ欲望を頂戴する。心の回答団より。誰の仕業だ？わかりません。同じものが至る所に貼られてまして。防犯カメラは？犯人らしき影はどこにも。猫が一匹映っていただけで。とっとと剥がしてこい。はい。なんだ。古典への影響といいますか、いたずらとは思いますが、マスコミなどには。盗作が事実だとでも？滅相もございません。ひどものいたずらか。まあどうということはない。どうせ奴らもこの個展が終わるまでだ。これでいいんだな？うん、上出来。文章もかっこよくなってたし。これで今頃お宝が出現しているはずだな。せいぜいシャバの空気を味わっとけよ、じいさん。てか、ネット見たか？あの予告状、もう話題になってんぜ。どいつもこいつも待ってろよ。あっと驚かしてやる。わかってるよな。決行は一発勝負だぜ。できるでしょう。前もできたし。ユウスケも迷いはないな。当然だ。やってやるさ。
おっと。ネズミ捕りなんてナンセンスだぜ。偽物用意してたってのか。日本画の世界では贋作は肯定されているのだよ。なぜ変わってしまった。有名になったからか。育ての父に罪を問わなきゃならないこの痛みがお前にわかるか。思い返せばお前を預かったのはお前の母を世話した縁だったな。あの女は夫が死んだ後も絵画への情熱は失わなかった。その技術と才覚には目を見張るものがあった。だから世話をしてやることにした。お前の母も生み出した作品も全てこの私の作品だ。クソすぎる。メイドの土産に見せてやろう。本物のサユリをな。本物。あれが本物のサユリ。まさか母さん。はあ？そりゃそうだ。それはお前の母親が描いた自画像だからな。死期を悟った女が残していく我が子への願いを描いたもの。それがサユリの称える表情の神秘の正体なのだ。そんな大事なもん盗みやがったのか。一目で思った。手を加えて私の名前で出せばこいつは大いに受けるとな。絵の中の赤ん坊をなぜ塗りつぶした。演出だよ。赤子を塗りつぶせば女の表情の理由が謎になる。そこに俗人は引きつけられるのだ。寄生虫じみた評論家どもも全員そう書いた。ずっと感じてた違和感、なんか今わかった。盗まれてスランプになるほど大事な絵なら複製して売ろうなんて考えるわけない。あんたは芸術なんて愛しちゃいない。本物のお宝はそっちでも本人の実力はさっきの落書きの方ってことだな。笑えるぜクソが。あくまでも立てつくか。なら私の作品となったユウスケは私の未来のため刈り取らせてもらうぞ。そこの無礼な友人ともども。親子両方を物扱いなんてひどすぎる。フォックス。作品は一つの例外もなく潰したと。母さんもなのか。たまたま私の目の前で発作を起こした。その時思ったよ。ここで助けを呼ばず見過ごせば絵をしがらみなく手に入れられるとな。まさか見殺し。体の弱い女だ。発作でくたばっても誰も疑わない。大体ユウスケ、おかしいと思わんかったか。お前が3つの当時画材を見出して引き取った。貴様を飼ってやったのはサユリの真実に気づかれてはと思ったゆえ。貴様が母
母親譲りの画祭は嬉しい誤算だったがな。着想をいただくなら大人よりも言い返せん子供の将来を奪った方が楽だ。お前のおかげで思いついたんだ。感謝しとるよ。ユウスケ。礼を言うぞ、マダラメ。お前を許してやる理由がたった今全て露と消えた。貴様は腐った芸術家じゃない。芸術家の皮をかぶった世にも卑しい悪鬼外道だ。どいつもこいつも人の美術館に土足で入って好き勝手して。この世は持てる者がルールを作り、持たざる者は支配される。まして絵画の価値など全ては思い込み。美術界のルールはわしだ。わしこそ至高、わしは美術界の神なのだ。やばいぞ、下がれ。マダラメ、欲望のために他者を利用する貴様は、貴様が描いた絵ほどの価値もない。ジョーカー、気を抜いてはいけない。何してくるかわからん。許さないかね。私はあのマダラメだぞ。個展を開けば満員御礼のマダラメだぞ。貴様らのような無価値なガキが逆らっていい存在ではないのだ。まだ言うか。貴様に食い物にされた者の怒り、たっぷりと味わってもらう。芸術など誰も望まんのだ。欲しいのは分かりやすいブランドだけ。わしだって被害者なんだよ。そうだろう。言い訳かよ。美術界は所詮金の世界。金なしではのし上がれない。なあユウスケ、お前なら分かるだろう。金のない画家は惨めだぞ。もう戻りたくなかっただけなんだよ。外道が芸術の世界を語るな。
お前はもう終わりだ。このおぞましい世界と共にな。助けてくれ。命だけは。現実の自分に帰ってこれまでの罪を告白しろ。全てだ。殺さんのか。約束しろ。分かったから。あやつは来ないのか。あの黒い仮面の。ん？黒い仮面？誰？まさかパレスに我が輩たち以外の侵入者がいたってのか。ダメだ、急げ。乗れ。なあユウスケ、わしはどうしたら。なあ、優秀の美くらいせめて自分の作品で飾れ。ユウスケ。おい待ってくれ。なあユウスケ、ユウスケ。消去されました。作戦は一応成功か。あとは改心が起こるかだな。つか逃げーし。なんでブラック？さゆり。母さんとかってこんな場所で泣き出すんじゃねえぞ。まだらめの歪んだ欲望の正体がこの絵だったなんてな。これを描いた母さんが知る由もないのがせめてもの救いだ。アトリエにある本当の本物は塗りつぶされちまってるわけだもんな。皮肉だが今やこっちが真実の自画像ってわけだ。すっごくいい絵だね。それに時間はかかっちゃったけどちゃんとユウスケに届いた。感謝している。だけど今さらこの絵が認められることは世間的にもありえない。そうかもな。この母の表情、名声など欲していたはずもないか。これが母さん。顔なんてはっきりとは覚えてないはずなんだが、この絵を見た時の衝動、間違いじゃなかった。やめろっつーの。品性がないぜ龍二は。つか、これからどうすんだ。俺らはこれからも大物狙ってくけど。なぜそんなこと。クソみてえな大人とか社会、それを見返すためだ。大人の身勝手に苦しんでいる奴らをさ、勇気づけてもやりてえし。勇気か。与えてどうする。抗う勇気ってことだろ。それがあれば幸せになるのか。うん、わかんないよ。やってみなきゃ。己次第ということか。なら今の俺と同じだな。俺も大人の身勝手に苦しんだ一人だ。それにパレスとやらの探索をすれば
着想の幅が広がるかもしれない。ほんと絵のことばっかだな。すげえよお前。美しくない計画には乗らないぞ。大丈夫、私がいるし。それにターゲットは必ず全会一致で選ぶのが決まりだから。どうだジョーカー、ユウスケがいれば予告状もハッタリが効いたのになるぜ。期待には応えてみせる。しかし気になるな、我が輩たち以外の侵入者か。黒い仮面ってだけじゃ個人とも限んないよね。けどもう確かめらんねえよな、パレスなくなっちまったし。マダラメを探ってみよう、何かわかるかもしれん。平気？その何かあれば連絡する。じゃあみんなと連絡先交換しといた方がいいよね。画家と怪盗の二足のわらじか。一度きりの人生だ、それもいいだろう。しかし侵入者の件は少し気になるな。